むにゃむにゃ、みなさんこんにちは。ミツハニーのレベルを95レベルまで上げてきました。どうやらチャンピオンのリザードンの素早さの実数値は169らしいので、リザードン戦で素早さを抜ける状態に調整してあります。今度こそチャンピオンの寝首を変えてやるぜ。むにゃむにゃ。苦しい、苦しいよー。挑んだ当初は85レベルだったのに、気づいたら95レベルになっちゃってるよ。おかしいなー、こんなはずじゃなかったんだけどなー。むにゃむにゃ。レベルが上がったことにより、ドラパルトの特殊技は確定3発になってくれたよ。よかった。前回のパートの時点では、乱数2発で、HP127 理論とかいう、127以上残る乱数が来るまで、ひたすら回復を連打するような事態に陥ってましたが、そんなことをする必要もなくなっています。むにゃむにゃ、これは理想的な展開だー。とうとう私が、チャンピオンになる瞬間が目の前まで迫っているぞー。むにゃむにゃ。さあチャンピオンよ、お前の天下も終わりや。完璧な対策をした最強ちゃんに穴はないぞー。むにゃむにゃ。は、なんだ夢か。チャンピオンタイムが終わるかと思ったら夢だったのか。終わらなかったわ。というわけで、皆さんこんにちは。ミツハニーお寿司バリでストーリークリアシリーズ、2回目のクリアを目指してやっていきますよ。何のこっちゃ意味がわからんことをここまでしていると思いますが、状況の説明をさせていただきます。私は夢の中で、チャンピオンと戦っていました。夢の中では、あのままチャンピオンタイムを終わらせ、完璧なエンディングを迎えていたんですが、録画を停止しようとしたところ、録画が止まりませんでした。マジで目の前が真っ暗になりましたね。線を抜いたりして無理やり録画を止めて動画を確認したところ、ダンデがチャンピオンタイムは終わらせないとの溜まっている瞬間で、録画が止まっていました。ダンデさんの意地汚い録画ソフトへの攻撃で、私の勝利は水の泡になってしまいました。これの何が大変かというと、このゲーム、ストーリーをクリアすると強制レポートが書かれており、状態の復元が不可能なのです。ですので、もう一度ストーリーを一からやり直して、最強ちゃんをポケモンホームでそのデータに送り込んで、もう一度挑むという作業を行いました。もはやわけがわかりませんよね。私も何を言っているのかよくわかりません。そういうことなので、気を取り直して、二度目のチャンピオン討伐をしてやりたいと思います。録画ソフトへの攻撃とかいう最強の攻撃をしてきた奴には、制裁を加えてやらないと気が済まないよ。まずは、初手のギルガルドからですね。ギルガルドに関しては、初手はほとんどキングシールドなので、その隙に甘い香りを打って相手の回避率を下げ、こちらからの攻撃が必ず当たる状態にしておきます。見ての通り、ギルガルドからの攻撃は、確定3発ですね。非常にいい感じの削りをしてきてくれます。ギルガルドから2回攻撃を受けると HP の残りがちょうどいい感じになり、ジーラの実を食べられるようになりますからね。先ほどのターン、クラボの実を食べてキングシールド読みをしたんですが、殴られちゃいました。ですが、結局のところさっきのターンは何もしないということに意味があるので、どちらでも構わないという感じです。キングシールドをされたらまた殴るだけですし、キングシールドをせずにそのまま殴ってきたら、ジーラの実を食べて殴り返すだけですからね。ギルガルドに関しては、本当に負ける要素がないですね。特防が下がることがあるくらいです。この戦いの裏で10回か20回くらい特防が下がってて、確率に難癖をつけていましたが、それは見なかったことにしよう。よすよす。本当に今回の作戦の何が楽って、一発避けるだけでドサイドンを倒せるということですね。ストーンエッジは命中80しかない技なので、一発避ける程度なら、そこまで苦労がないですね。3体目は、ドラパルトです。
ドサイドンを突破してしまえば、リザードン戦までは完全に、流れ作業になります。レベルが上がることによって、ドラパルトの攻撃は、確定3発になりましたしね。レベルが足りてなかった時、ミツハニーの HP が220だった時ですが、ドラパルトからの攻撃で HP が127残る、おそらく最低乱数だと思われる数値が出るまで、ひたすら回復を連打するとかいう修行をしたこともありますが、そんなことをしなくてもいいレベルにしちゃえば、どうということはないですね。本当にストーリー攻略の中で、この火傷はあんまりよろしくないですね。さすがに火傷をしちゃったら、ドラパルトオート戦は、しゃあない、切り替えていこう。別にドラパルトに対しては、急所に当たらない限り負ける要素がないですからね。じっくり攻めていけばええねん。微妙に乱数次第で落ちそうな感じに見えるかもしれないですが、おそらく落ちないと思います。このレベルで乱数幅の確認をしていないのでちゃんとしたところはわからないですが、ここまでドラパルトと戦っていて、半分以上食らうことはなかったですからね。完全に経験則ですが、大丈夫だと思います。よす。ここまでは割と、危なげないですね。ドラパルトは何でもできるとよく言われてますが、私は器用貧乏なポケモンだと思ってますからね。ドラパルト程度の火力では、ミツハニーを確定2発にはできないのですよ。4体目は、オノノクスですね。ここばっかりは受けるダメージがシャレにならないので、じっくりと構えていきますよ。相手に隙ができるまで、ひたすら耐え忍ぶしかありません。ほらね、完全に受けきれません。おそらく急所に当たってもワンパンされることはないんじゃないかとは思っているんですが、乱数次第な気もするので、よくわかりませんね。ここばっかりはどうしようもないので、激鱗を避けるか、激鱗で混乱して自分で殴るチャンスが起こるまで、ひたすら回復を連打していきますよ。オノノクスを倒すこと自体はたやすいのですが、リザードン素晴らしいぞ。このオノノノカは、本当に空気が読めますね。一瞬で理想的な状態になったので、攻めに転じましょう。オッケー。完璧な流れです。これはもう、負ける要素がなくなってきました。あ、そうそう、なぜオノノノカとの戦いで HP がマックスの状態にしているかというと、リザードン戦の時に、HP マックスの状態にしておきたいからです。リザードンとの戦いの1ターン目に回復をしてしまうと、虫の抵抗を入れられないですからね。HP はマックスの状態で挑みたいですし、ゴリランダー戦では、HP の調整をしようと思っても、ドラムアタックなんて打ってこようもんなら、素早さを下げられてリザードンに先手を取られ、ダイロックでワンパンされちゃいますからね。そういうわけでオノノノカ戦での調整は、必須というわけです。今度こそチャンピオンタイムは終わらせる。お前のインチキもこれまでや。お前はチャンピオンの座を退き、新しい世代に席を譲るべきなのだ。さあ、まずは虫の抵抗をして、特攻をダウンさせましょう。リザードンの先手を取れる素早さにはなっているので、問題なく虫の抵抗を入れることができます。あとはもう、ダイロックの乱数がブレないことを祈る、巨大極炎の固定ダメージを起動させた後にダイロックをしてこないことを祈る、これだけです。よす。まずはダイロックを受け切ることには成功しましたね。おそらく視聴者の皆さんは夢の世界を見ていないので、このダメージ量を見るのは初めてでしょう。こんな感じのダメージ量です。これに巨大極炎の固定ダメージが加わったら、どうなるかは想像がつくと思います。そうならないように、ハイパードゲザイ乗りをするしかありません。
よすよす。極煙じゃなかったのは、非常にでかいです。こう見ると、結構乱数のブレが大きいですね。いい方に転べばいいですが、悪い方に転ぶパターンもあると思うので、最後まで気を抜かずに行きましょう。やったぜ。残念だったなチャンピオンよ。デリバード縛りの頃から思っていたが、お前はどうも、演出のためなのかは知らんが、最後のターンにだけ巨大極煙をしてくる節がある。そんなこ、危ねえ。危うくやられかけてたやんけ。余裕しゃくしゃくで生き延びてチャンピオンに説教垂れようと思ってたら、普通にやられるところだったわ。恐ろしすぎる。大文字くらいなら受け切れてはいますが、砂が舞っているというのと、巨大極煙が残っている状態は非常にリスクがあるので、焦らずじっくりと戦っていきましょう。ここまで来て勝負を焦って、張り切りの芸人魂が出てきてしまうと、目も当てられないですからね。このリザードン、エアスラとかも撃ってくるんですね。てっきり原始の力を連打してくるもんだと思っていたんですが、そういうわけでもないみたいです。正直ここから起こりうる負け筋としては、原始の力で能力アップを引いてしまうことなので、それをしてこないのであれば、非常に好都合です。上昇するな。上昇するな。よすよす。能力が上がらなければ、どうということはないですね。もうじき巨大極煙の効果も切れる頃だと思うので、いい加減攻めに転じたいところです。やったぜ。原始の力の PP を削り、ダメージも受けずに済みました。さあチャンピオンよ、いよいよクライマックスや、ミツハニーに敗れ、剣盾の追加コンテンツにスピアーを追加してみせるのだー。チャンピオンよ、お前がこんな負け方をするのは、人生においてリセットボタンを押したからや。私の勝ちを帳消しにするようなインチキをするようになった時点で、すでにお前はチャンピオンの器ではなかったのだよ。というわけで、無事ダンデを倒し、チャンピオンになることができました。これできっと、冠の雪原にスピアーが登場しているに違いないですね。これでスピアーを、冠の雪原に参戦させていただけるんですね。こう考えてやるよ。お前の未来を考えてないで、私の未来も考えてスピアーを参戦させてくれや。せやな。これからは、パートナーのポケモンを信じて突き進むで。というわけで、エンディングですね。まずは最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。ナルトのノウハウならぬ、デリバードのノウハウがあったので、割と今回の縛りプレイは、楽にいけたんじゃないでしょうか。ダブルウィングという強い技をミツハニーも覚えるというのが、今回の縛りプレイの肝だったと思います。まあ、ダブルウィングをゲットできているからこそ、今回のプレイをしているんですけどもね。ダブルウィングがなければ、風起こしとかで攻めていた世界線になっていたわけですからね。それはさすがに動画のテンポ的にもまずいと思います。
イチハニーは、ちゃんと虫食いやダブルウィングを打つことで、投倍や弱点をつくことができますし、甘い香りという補助技、そして虫の抵抗という特効を下げる技を使いこなし、ちょうどいい難易度だったんじゃないでしょうか。冷静に考えれば結構大変な縛りプレイをしていたとは思うんですが、デリバードプレゼント縛りを先に経験してしまったのが、良くなかったですね。あれを超える縛りプレイなんか、そうそうないと思ってますからね。さて、すでにご存知の方も多いと思いますが、私の思いは届かず、案の定スピアーは、剣盾に参戦することができませんでした。残念ですね。私が剣盾スピアー縛りをするということは、なくなってしまいました。まあ、正直鎧の孤島の時に参戦しなかった時点で、諦めてましたけどもね。雪原にスピアーが参戦するわけがないですしね。今回の参戦できなかった件で一番悔しいのは、剣盾に内定できなかったリストみたいなやつで、一番左上に書かれてしまっているということですね。普通の人は左上の方から見ていくと思うので、一番、恥ずかしめを受けちゃっているということですね。悲しいなぁ。さて、今後の予定なのですが、正直少し剣盾の縛りプレイに疲れてしまったというか、追加コンテンツでネタにできそうなポケモンは全く参戦しませんでしたし、もうネタもなくなってたというか、しばらく剣盾はいいかなという気分になってきました。縛りプレイも大変なプレイばっかりになってしまっていたので、心機一転、私がただ楽しむシリーズをやっていこうと思っています。というわけで、昔の世代のポケモンをやっていきたいと思います。その昔失踪してしまったシリーズですが、ポケモンファイアレッドを、スピアー1匹でクリアしていこうと思っています。たまにはガチガチの縛りプレイじゃなく、普通にポケモンを遊びたいんや。というわけで、重ね重ねになりますが、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次のシリーズで、またお会いしましょう。バイバイ。これからしばらくは、アドバンスやゲームボーイ時代の世界を旅していきたいと思います。